カリヤドの下馬桜は、静岡県富士宮市にある一本桜。日本最古級の山桜であり、正式な和名は赤目ロバ山桜という、国の特別天然記念物であり、日本五代桜の一つ。下馬桜と高来門下馬桜と名の花花1193年に、源頼朝が富士の巻狩りを行った際に、この場所に立ち寄ったという伝承から、 カリアドの下馬桜と呼ばれる。またこの桜に馬をつなぎ止めたという伝承から、コマとめめの桜という別名も存在する。樹齢は800年を超える老樹であり、開花時期は4月中旬である。1922年10月12日に国の天然記念物に指定され、1952年3月29日には特別天然記念物に指定された。 また、東桜から望む富士山の風景は、環境省が公開した、富士山がある風景百選に選定されている。文部省編、天然記念物調査報告によると、かつては、地上三尺六寸の高さにおける範囲は8.48メートル、枝張りは、東西21.81メートル、南北16.33メートルであったというが、その後の度重なる台風の影響で弱っており、 受精は衰えている。江戸幕府第15代聖医大将軍である徳川義信はこの桜についての歌を読んでいる。哀れその駒のみならず見る人の心をつなぐ山桜かな徳川義信。ありがとうございます。